中でアイスを食べたらもっと美味しいんじゃないか説、入るや否や表面たちがテカテカとしてきました。もしかして私の早食い競争もうふにゃふにゃなの。こんにちは、なのかです。今回の企画は熟熱サウナカーの中でアイスを食べたらもっと美味しいんじゃないか説こたつの中でアイス食べるの美味しいみたいな、やっぱ真夏のかき氷美味しいみたいなことと一緒でしょうきっと。はい、ということで熱々のサウナカーの中で今回はアイスを食べていきます。どうなるんでしょうね、食べれるのか食べきれるのかっていうところをお届けしていきます。はい、今回はこちらソフトクリーム、美味しそう。今のとこまだ元気なんですけど、どれぐらいのスピードで溶けるのか行ってきましょう。よいしょ。おお、熱いね。燃えてるね。入るや否や表面たちがテカテカとしてきました。ちょっと食べていきましょう。いただきます。あ、早く食べないとまずい。これはもしかして私の早食い競争なるのではないでしょうか。今食べてる感じ、中心部はまだアイスなんですけど、もう周りがね柔らかいんですよ。ソフトクリームを舐めてる場合じゃないですね。熱い中で冷たいものを食べるとこうくるじゃないですか。食べますでその感じがこう気持ちいいですけどね。今ねこんな感じ。今何分ぐらい経っただろう。これね見た目あんま変わらないように見えるじゃないですか。形保ってるじゃないですか。でも食べるともうふにゃふにゃなの。溶けてる感はあんまないんだけど、ちょっと寿命としてはもうちょっとやられてる。美味しいと思ったんですけどね、思ってたのとちょっと違うな。これ違ったな。そんなに美味しくなくなっちゃう。ちゃんともっと絵的にさドロドロなるのかと思ったわけですよ。だってほら見て、垂れもしない溶けない。これ意外な実験結果なんじゃない。でもこの溶けんのかいっていう。なんとか汗を垂らしながらここまで。最後らへんがやっぱねあのクリーム状になっててめっちゃ急いで食べました。なのでもう食べちゃおう。予想の結果でしたね。はい、ということでごちそうさまでした。溶けないっていう驚きの結果でした。きっとね見てくれてる皆さんもどうせこう溶けてね汗汗あたふたってなると思ってたんだと思うんですけれども、ね、ほんと溶けなくてびっくりしましたねまあ、アイス冷たいので体温まってるのでこうちょっと冷やされてる感じはなんか不思議な感じよね。温まりながら冷たいものが入ってくる。ソフトクリームはねあの溶けなかったんですけど、違うアイスだったらどうなってたんだろうな。え、何がいいと思います。シャーベットは溶けそう。シャーベット系なのか氷の塊みたいなガリガリ君とかみたいなやつがいいのか、ちょっとまだ未知なのでいろんなアイスでね試してもらえたらいいんじゃないでしょうか。ちなみに一番食べれそうなアイスなんだろう。氷の塊かハーゲンダッツ系の高いアイスか。ど、分かった。新幹線のアイス。新幹線のアイスってカチカチで食べれないじゃないですか。え、食べたことないですか皆さん。新幹線のさ硬いアイスあれだわ。はい、今回私が使っておりますドットモーカーについては概要欄からチェックしてみてください。水毒。はい、それでは次回もお楽しみに。